はい、皆さんこんにちは。リーキュータの春でございます。春の世界を巡るパワースポットの、コーナーでございますが、今日はですね、なんと沖縄に、やってまいりました。私の出身地でございます。沖縄のね、どこにやってきたかと言いますと、実はですね、八原塚さんと言いまして、人類創生の神様が一番最初に降り立った場所に来ました。この場所に、いわゆる沖縄の、一番最初の、人間が降りてきて、沖縄から世界に人が広がったという伝説ですので、人類創生の神様と言われてますが、実は天海清さん、シネミキヨさんというですね、男女の神様がここに降りたと言われているんですね。ちょっと映していただいて、映ってますかね。どうでしょう、ちょっと映していただいて、はい。今こういろんな方が来てね、撮影してますけどもね、なんとここはですね、子宝の、神様でもあるんですね。今ね、干潮で潮が引いているので、今ああやって岩が今見えてますけれどもね、これ満潮になるとね、海の中に入っちゃうんですね。そういう場所で、ちょうど今お昼になります。だいたいお昼のね、12時、まだ奥の方に海が来てますけどもね、あれ1時になると全部向こうまで渡れるぐらいまで干潮になるんですけども、だいたいお昼か1時、12時か1時ぐらいにいらっしゃると、見ることができます。でちょっとね、この今砂浜のところの方にこう何か敷物を引いて、そこで手を合わせてね、例えば子供を授けてくださいとか、そういうお願いをすると、叶うという場所です。これね、ここに来る前にですね、お参りしないといけないところがありますが、今回はですね、特別に私が前もってね、浜川滝っていう、ところで、最初はその入り口の方で、行っていいですかっていう場所があるんですけども、この動画を見た皆さんに限っては、私の方が許可を取ってありますので、ぜひ、こちらの方に入られてください。八原塚さんっていう風に、検索すると住所も出てくると思いますので、一度来られてはどうでしょうか。本当にね、子供ができなかったとか妊娠しづらかった方がここでお参りすることによってね、子供ができたっていう例がたくさんありますので、ぜひ皆さん、沖縄のこの不思議な世界ですけども、パワースポットを触れてみてはいかがでしょうか。